疲れたんだけど続きやろうか、やってこっか、やってこっか。ひなぴよとドリーのイブ実況。はい、ビビってるね。イブ実況やっていこうか。マジ本当にビビりすぎてね、ビビりすぎてね。とりあえず最初私が操作するんだけど、うん、限界来たらちょっと交代しようと思います。いや、メアリーちゃんが仲間になったんで、うんうんうん、多少心強いね。なんか来そうだな。何？嫉妬深き花。はい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 。お、あ、かわいいね。かわいい部屋。赤色の目。たく、この絵といい、部屋といい、なんでこんな気色悪いのよ。もうさっきかわいいじゃん。ね、え、そうかな。かわいいと思うけど。え？これのどこがかわいいのよ。そうかな。イブはどう思う？ダーマ。どう思う？あ、ちょっと、わかるんですね。わからない、わからない。うん。わからないって。まあいいじゃないの。それよりとっととこんな気味の悪いとこ出ましょ。この部屋なんだか見られてるみたいですごく落ち着かないわ。フラグフラグフラグ。でもウサギに追っかけられてもそんな怖くないと思う。確かに。ちょっと調べとく、ね、うん、一応本棚とかあるし。うん、ウサギの着物、ウサギの着物、ウサギの着物、うん、ウサギの着物。なんか一匹だけ緑だね。だね、うん、ちょっとそこ緑いくか。うん、はい。あ、変わんない、うん、変わんないかい。うん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 、本棚も調べる。うんうん、調べ、あ、深海、深海って書いてあった。ったった、あまりに精神が疲弊するとそのうち幻覚が見え始め、はあ、最後は壊れてしまうだろう。フラグだな、なんか来るなこれ。そして厄介なことに自身が壊れているのを自覚することはできない。はあ、おお、はあ、特に何にも。うちょっと今自分から落ちたじゃん。ちょっと調べる。うん、ジャンピング自殺したじゃん、うん、あ、鍵か。ああ、鍵か。もうびっくりした。もうね、もうね、なんか止まったよ。なんだ、絵の中から物音がする。うんうん、うん、何この音、近づいてくる。逃げなくていいのか。お、え、地面から何か出てきた。なんかまずいわ。みんな絵から離れて。イブ、危ない。おお、ああ、なんかあれだな、ポケモンの攻撃みたいな。草タイプだなこの額。分かれちゃったよ。二人とも大丈夫？ああ、びっくりした。イブは怪我とかしてない？怖がっちゃう。確かにびっくりしたわね。でも怪我がないならよかった。それにしてもこれ邪魔でそっちに行けないんだけど。切り裂くだ、切り裂く、切り裂く。居合切りしようぜ。折ったりできないかしら。で、何これ、石でできてるわこの植物。石タイプだった。石タイプだったね。岩タイプ。何、お魚、鋼と岩とかなんかさ、うんうん、あのポケモンの通り。どうしましょう。岩砕きだな、うん、ねえイブ、さっきの部屋で鍵拾ったよね。その鍵でそこのドア開けられるんじゃない？もしかしたら違う部屋にこれを壊せる道具があるかもしれないよ、うん、ねえ、見てきていいよね。一人で行くんか。一人なの？二人じゃなくて。二人よな、よかった。うん、でも二人だけで大丈夫かしら。大丈夫よ、ねえイブ。いや、お前いいわ。このまま座っていいぜ。怖いもん、もうこのままでいいやもう一生。なんでよ、すぐ戻ってくれば大丈夫だよ。他にいい方法思いつかないし。確かにその通りだわ。別行動はあんまり気乗りしないけど。でもいい、何もなかったらすぐにここに戻ってくるのよ。結局行くんかい。行くんかい。どうするかはその後改めて考えましょう。 OK、うん、わかった。それじゃあ行こう。うん、了解。ちょっとセーブしようか。うん、紫の鍵を使った。もう絶対来るやつじゃん。なんだこれ。何の部
やだい。ちょっともう適当にもうね、調べるよ。何も躊躇なく。アイス持っていきたいけど、あ、私じゃないわ、これ。まあいいか。床にくっついて離れないみたい。そっか。なんだ。よくわからないもののデッサンがある。なるほど。おー、いろいろな画材が詰め込んである。何か役に立ちそうなものないかな。あ、パレットナイフ。パレットナイフで岩切れるか。削るの。地道な作業するね。これであのツル削れないかな。もう松岡修造精神でいこう。やればできる。できるわけないじゃん。イブったら冗談通じないんだから。そやろ。そやろ。聞いておいて。でも一応これ持っていこうかな。念のためね。空いてるとこ全部何かあんのかな。どうだ、使い古している筆。あんまり役に立ちそうなものないね。一旦ギャリーのところに戻ろっか。絶対来るね。あ、来ないか。おお、あ、絶対来るわ。びっくりした。マネキンが動いてますね。これは塞がれてますね、出口ね。これはな、来るな。一旦ゲリーのとこに戻りましょう。邪魔だな、出口ね。出口が、なんで移動してるの。さっきは壁際にあったよね。どかそう、イブ。どけどけ。押すよ、せーの。力がないんだね。ダメだわ、びくともしない。男が出てるぞ。メアリー、メアリーだったっけ。女よ。男が出てるぞ、メアリー。びくともしない。イブどうしよう、出られなくなっちゃった。自分たちだけでは動かせない。なんかあんのかな。進むしかないか。こっち。仕方ないからこっち行ってみようよ、イブ。結構うねってますね。おいおいおい、なんだあれは。おいおい。もう BGM 消えない。こんにちはじゃないよ。ごめんくださいじゃないわ。おい、何？何？落下した。赤い何かが潰れている。おう、ピエロ。あ、ピエロの何、鼻が。一個ずつ読んでく？右から。イブ、君に楽しんでほしいから。大人のいない楽しい世界へ。いいじゃん、別に。ギャリーさん連れてこ。一緒に行こうよ。いつはスモールワールド。お友達も一緒だよ。ギャリーさん大人だからな。何これ。ギャリーはどうしてるかな。置いてきちゃったけど。それ何。おギャリーさん。ギャリー視点に変わるってことか。あ、そういうこと。新鮮新鮮。遅いわね。何かあったのかしら。イブ、メアリー、聞こえたら返事して。ああ、ダメね。ああ、やっぱり二人だけで行かせるんじゃなかった。どうしましょう。まだ勝手に。もう一度あの部屋調べてみようかしら。おお。あんまり入りたくないけど。ギャリーさんバラ10本あるね。そうだね。やっぱ大人が強いのか。キモ。何？任せる。やなんだけど。ひなぴよ、ひなぴよ頑張れ。ひなぴよ頑張れ。何これ、何これ。いや、キモい。気持ち悪い。これ最高に気持ち悪いな。あ、これは確かに気味悪いって言うわ。うん。え、赤色の目、確かにね。うんうんうん。何回見てもこれが可愛いだなって思えないわ。せやな。うん。え、どうしたらいい。めぼしいものはないわね。あらま、動いたば。なんでさっき気づかなかったのかしら。まあいいわ、ここから出られそうね。出ましょう、出ましょう。さよなら。あ、セーブセーブセーブ。怖い怖い怖い。あ、ちょっと戻る。もう、どこまであるの。15までしかないの。おお、じゃあ1行くかも。1行く。1を塗り返そう。セーブがなんか薬みたいになってる今。精神安定だ。え、これ出口なんてない。理由なんてない。やめてよ、何これ。
何この三角のやつ。紐がある。なんか運ゲー、運ゲー、運ゲーだね。どれにする？じゃあ、うん、どれがな、どれがいいかな。何番が好き？5。じゃあ1にしよう。こっちが1か。そっちにしよう。ああごめんなさい、ごめんなさい。じゃあ2にしよう。ああごめん、何よこれ。一気に2本減った。わマジ、これは、おお、わ嘘、やだ、電気のスイッチなの。あ、よかった、つかなくなるかと思ったわ。うん、お、あ、何、あ、かわいい、かわいい。ちょっと癒し、癒し、うん、かわいい。あ、なんかこれで正解っぽいな、うんうん、これじゃあいいか、やるか。一応引っ張るか。おい、ほんとやめて、こういうの。それこっちのセリフ。ほんとだよ、ごめんね。え、ここ進めないんだっけ。あ、そっか、ここじゃあ赤いバラ踏むと切り替わるんじゃない。ああ、あ、ほんとだ。あ、じゃあ通れるようになったんだ。そういう仕組みか。イーブ見て、取れるようになってる。取っていい、ずっと見せて。取っていい？おお、いいって、優しい。先生、ぴよぴよ。あー、癒しの時間だ。癒しの時間だわよ。なんかあるか。なんだ、動いてる。イーブ、この箱開けるのやめとこ。なんか虫とか入ってそう。あ、危ねえ。これ。おお。何？なんか意味あるの？あ、これ三角じゃん。ほら、さっきくぼんでたとこ。ああ。落とすのか？これもしかして。このくぼみに。おお。で、あの、なんかくぼみがなくなるのかな？かな？これ先行けんのか？まあ、いいか。セーブしとこ。セーブ大事。あれ？ああ、落ちてきてる。あれよ、うん。うん。そういうことか。上と下で分かれてんのか、うん、そっか、階段登ったのか。おー、開いたー。怖い。うわ、あ、びっくりした。閉められちゃったかと思って。うわ、こんにちは。何ですか、何ですか。こんにちは、ギャリー。私一人で寂しいの、だから一緒に連れてって。来るじゃん、絶対来るじゃん、ね、やでーす。やー、めっちゃいる。あれ、あれ、嘘、なんで。ねえ、どうして連れてってくれないの。いや、連れて行きたくても、あの、ギャリーさん持ってくれないんですよね、うんうんうん、やでーす。おお、いないいない。やなんだよお前。なんで無視するの？私のこと嫌いなの？あの、ついてくる人は嫌いです。ストーカーです。ストーカー。ストーカー。やめてー。ね、遊ぼうよ。ここ面白いものたくさんあるんだよ。僕は楽しくなーい。もうどこまでついてくるんだよ。私のお友達もたくさんいるんだ。紹介してあげるね。いいです。さよなら。さよなら。さよなら。めっちゃいるじゃん。どうすんのこれ。永遠にここにいろ。なんでだよ。急にやめてよ。永遠にここにいろ。急に命令口調やめなさい。なんで。一体どこまでついてくんのよ。本当だよ。もういい加減にして。あんたの相手をしてる暇なんてないのよ。焼けるのやだな、怖い。避けようか。避けよう。身の安全を考慮して避けよう、うん。こっそり、こっそり避けよう。触れぬ壁に。ああ、結構グッグイっていったね。こういうのには関わらないのが一番だわ。本当にね。うん、おお。何ですか。連れて行け。え？開いた？やでー。やでー。ああ。よし、やっと逃げれたね。
セーブないですか。セーブが欲しいです。セーブが欲しいですね。先輩セーブが欲しいですね。なんでー来てるじゃん。もうやめてください。しつこいです。うん、ストーカー耐えますよ。警察行くぞ。ずっとあなたについてくね。私のお家すぐそこなの。すぐそこってどこのことですか。花瓶、この青い花瓶はもしかしてシャブ。シャブだ。シャブだ。スーパーシャブタイムだ。うおお。気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。キッチン紙だ。怖い。どこ入ればいいのこれ。一回ちょっとあのイブたちの方行ってみる。はあ、疲れたな。よし、うん、なんだここ。おお。ねえイブ、ちょっと聞いていい？なんだい？ギャリーってイブのお父さん？違うよ。違うよ。ふーん、じゃあお父さんは別にいるのね。そっか。イブのお母さん優しい？怒ったら怖い。怒ったら怖いね。イブでも怒られるんだ。早く両親に会いたいよね。私も早くここから出たいよ。頑張って絶対一緒に出ようね。約束だよ。出れるんでしょうか。出るしかないよね。出るしかないですか。うん。お、うん、何これ。あーでもセーブ。ふぅ。釣り人いないよ。誰もいないね。うん、そこの何なんか霧がかかったみたいな、なんかあるじゃん。あなるほど。毒ガス。あーマネキン。朝をなくした乙女。あ、木の鍵。なんで髪の毛ないのかな。このままにしておく。なんかこれ生きてるみたい。そんなこと言わないの。生きてないよ。生きてるわけないじゃんね。どこ見てるんだろうね。うん、落とさないよ。うんうん、これすごく重たいね。落としたら危ないよ。うん、そう思う。これって体はないのかな。落とす。落とす。ちょっと一回落としてみようか。一回落とすか。うん、これ落とすの大丈夫かな。壊れちゃうよ。なんでこんなに言ってくるんだ。ちょっと視聴者さんに落とすところを一回見せてみようか。そうだね、うん、ちょっとリセットする、うん、これ落としたら。落としてもダメだったらもうなかったことにしよう、うん、そう死んだらリセットしよう。大丈夫かな。あ刺さりましたね。ダメでしたね。刺さりましたね、はい、もうこの際全部落とすか、うん。あ、やっぱりやめちゃった。あ、そう。もうラボラボ。落とす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 。もうどうせリセットするから。あ、うん。ごめん、泣かないでよ。あ、これは別に。そうね。落としただけでもダメージ食らわない。あれ。うわー、ごめんなさい。なんだよ、結局は怪我するだけじゃねえか。くそー。あ、怒ってんの。ごめんって。ごめんなさい。ごめんっていっぱいいるね。ちょっとリセットする。怖い。するか。間違えた。あ、木の鍵ね。一回タイトル画面、タイトル画面ってどうやってもこれ一回ちょっとふざけちゃった、うん、ふざけたな、うん、ちょっと時を戻そう。ちょっと時を戻す。オッケーオッケー。あ、毒ガスに触れる前じゃん。よかった、うん、ここが鍵かかってるんですよね。てなんかどっかから木の鍵。木の鍵。告げ口。ほう、天の糸。ほう、川とはてな。なんだろうこれ。名前を入れればいいのかな。また出た。また出たな。わかんないわそんなの。ギャリーさんがわかるのかな。そうか、うん、うん、適当に入れるか。
あ、お尻だ。なんて入れようとしたんだよ。お尻って決定しようとしたらちょっと滑っちゃった。お尻側になっちゃった。そりゃそうだわ。お尻だ。お尻だ。あ、ここ行けるんだ。お、何ここ色がない。うん、パレットとで誰かいるみたいだね。うん、虹の絵。あそこになんか鍵あるね。うんうん、でも取れない。うん、ここじゃあ多分何もできないから、うん、チェンジするか。チェンジだね。はあ、キャリーさんの方こいつがいるから怖いんだよな、こいつ。うん、あ、これあこれじゃね。緑の 緑の夜。オッケー、ちょっと早速、うん、早速ちょっと解読しに、うん、忘れないうちにね。うん、はいどうも。はいどうも、来ました。はいどうも、バーチャル YouTuber のキズナアイです。はいどうも。ちょっと似てるよね。ちょっと似てる、うん、3% くらい。そうそうそう、うん、あ、これあれか、カタカナにしないとダメなやつかな。あ、これって消すのどうやの。耳これ消せないのかな。消せないのかな。ちょっともう一回。みかな。緑の夜。緑がカタカナ。うん。あとはひらがなだよね。の夜。よ。るるるるるあった。オッケー。開いた。オッケー。えい、おお、うん、なんだ、お、うん、ある少女のルババ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 バある少女の末路。はい、オッケー。あるところに小さな女の子がいました。女の子は両親と一緒に美術館へ行きました。イブちゃんかな、イブちゃんかな。しかしふと気がつくと女の子は迷子になってしまい、薄暗い美術館だって薄暗い美術館の中を探しましたが、両親も出口も見つからず、怖くて心細くて寂しくて、お腹も減り喉が渇き、転んで怪我をして体力も限界になって、最後のページに小さな女の子が倒れてる挿絵で終わっている。おい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 、うん、やめてよ。キャリーさんからのキャンディーで生き延びるからそれ守ってたね。そう、ケルテナ作品集上。ケルテナが入って、うん、なんかまあいいか。あー、あれじゃん、あの追いかけてきたやつじゃん。あー、そうか。愛人をモデルにしたとも言われていたが、本人の口から否定の言葉だから出た。ほう、遺産を狙い寄ってきたうんくんな女性たちをイメージとして残したものとのこと。ほう、うん、魚、もうそうなんだって、ハテナがついてるからどういうことかわからない。うん、ジャグリングほうほう、孫がいたのね、ゲルテナさんには。なるほどな。サーカスで出演したジャグラーをモデルに描かれた作品。ゲルテナが実在する人物をモデルに描くのは大変珍しく、現在でもこの作品は高値で取引されている。うん、ほうほう、こいつは何、一つの鍵穴。鍵穴？何、ここに鍵刺すの？わかんないけど。どうなんだろう。うん、何か調べられるとこは。大体でも鍵かかってたよね。うんうん、もう一回ギャリーさんの方に戻るか。うんうん、あ、結構いい時間になってんな。ああ、そうだね。うん、じゃあギャリーさんのとこに行くところからまず次回やっていこうか。やっていこうか。ということで。疲れたな。おつ。